チェックメイトは1937年に初演されたプロローグ付き前一幕のバレエ作品である。振り付けはニネットド・バロワ、作曲と台本はアーサー・ブリスによる。チスのゲームの展開になぞらえて愛と死のせめぎ合いと報われない愛の悲劇の物語が描かれる。この作品はイギリスのバレエにおける レパートリーの礎及び、振付経営としてのドバロワの代表作と評価され、ロイヤルバレエ団やバーミンガムロイヤルバレエ団などが再演している。しばしば大手詰めとも呼ばれる。振付を担当したニネット・ドバロワは、マリー・ランバートと共に、イギリスバレエの母と評価される人物である。彼女が1926年に、 ケンジントンで設立した小さなバレエ学校が後のロイヤルバレエ学校となった。1931年、サドラーズウェルズ劇場に学校を移転するとともに小規模なバレエ団を設立した。このバレエ団がロイヤルバレエ団の起源である。ドバロワは1928年に最初の作品、レプティリアンを創作し、振付 A としての活動を始めた。 彼女は自身のバレエ団だけではなく、カマルゴ協会やケンブリッジのフェスティバル劇場などにも作品を提供している。彼女の作品の多くは一幕したてのダンスドラマで、ほとんどがストーリーを持ち、特定のストーリーがなくてもテーマが明確である。ダンスドラマの手法やテーマの扱いには、バレエリュースの影響が色濃い。これは、ドバロアが1924年から2年ほど、 バレエリュスに在籍していたためで、彼女自身も、レオニード・マシーンやブロニスラバ・ニジンスカから強く影響されたことを認めている。彼女の作品でよく知られているのは、宝刀時の遍歴と、このチェックメイトである。ウィリアム・ホガースの絵が、宝刀一大記を題材とした前者は、バレエ史における最初のイギリスバレエとされ、後者は彼女の最高傑作と高く評価されている。 音楽と台本はアーサー・ブリスが担当し、初演は1937年6月15日にパリシャン・ゼリゼ劇場で行われた。指揮はコンスタント・ランバート、演奏はコンセール・ラムリューが担当した。主な初演者は以下の通りである。振り付けには工夫が凝らされ、赤のポーンは鋭いポアンとワークを駆使し、黒のポーンはドバロワの好んだ。 民族舞踊のムーブメントを多用する。チェックメイトは振り付け、音楽、美術の緊密なコラボレーションが成果を上げて、好評を博し、ドバロアの代表作となった。ロイヤルバレエ団やバーミンガムロイヤルバレエ団などは、この作品をレパートリーとして、しばしば再演している。音楽と台本を担当したアーサー・ブリスは、ロンドンでディアギレフのバレエルス公演を見てからバレエに関心を、 抱いていた。そして彼は、サドラーズウェルズ・バレエの創設期に深い関わりを持っていた。ェスを題材としたバレエの構想は、ブリスによるものである。ェスを取り上げたバレエ作品には1607年の、バレデ・ゼシェクという先例があった。フランス王イ14世が観覧する前で踊られた、この作品では、出演するダンサーは単に大きなチェスの駒に、 過ぎなかったのに対して、チェックメイトでは、それぞれの駒に生命が宿り、感情の機微を表現している。ブリスがドバロワにチェスを題材とした作品の話を持ちかけたところ、ドバロワはそのアイデアに基づいて、愛と死と権力をテーマとしたドラマティックな作品に仕立て上げた。ただし、ドバロワと美術、衣装担当のカウファーはチェスをよく知らなかったため、 ブリスは二人にルールを一から説明しなければならなかった。ブリスは当時のことを次のように回想している。私は大きなチェス盤の上であちこち駒を動かして、それぞれの動きを見せた。ナイトは他の駒を飛び越せること、キングは一駒ずつしか進めないことなど、バレー大図鑑、ピアニッシも192から193、チェックメイトは ブリスの代表作として高く評価され、その後も多くのバレエ作品の作曲を手掛ける契機となった。チェックメイト以外のバレエ音楽では、ゴーバルズの奇跡、アダムゼロなどが知られる。チェックメイトは、バレエの舞台以外では、吹奏楽編曲でもしばしば演奏されている。曲の構成は、次の通りである。プロローグ、マイナスチェスの指し手たち。 モデラートマエストーソ赤のポーンたちの踊り、アレグロスピリットスケルツ &4 人のナイトの踊り、アレグロモデラートセンプレロブスタメンテクロのクイーンの入場、リステッソテンポ赤のナイトのマズルカ、モデラートジョコサメンテ赤のビショップのセレモニー、ラルガメンテ赤のルークの入場、アレグロモルトデチーゾー赤のキングとクイーンの入場、グラーベ攻撃、アレグロインペクオーソエブリランテ決闘、 マエスト・ーゾ・モデラート・エモルト・アパッシオナート・グロのクイーンの踊り、アレグロ・ディスペット・オゾ・フィナーレ、マイナス・チェックメイト、アンダンテ・ポコ・ソステ・グート・マイナス・アレグロ・ビバーチェ・エフェローチェ、プロローグは、二人の人物が、チスに興じる場面で始まる。一人は、赤と灰色の鎧をつけた人物で、死の象徴。もう一人は、青色と黄色の鎧をつけ、愛を象徴する。死は、黒の駒、愛は、 赤の駒を選んでいる。数回駒が動かされ、愛の負けとなって二人は退場していく。そして幕が開くと、舞台はチェスの盤上に変わる。赤と黒の衣装をつけたチェスの駒たちが登場し、盤上でそれぞれの定位置につく。チェスの勝負は最初から黒の優勢が続いている。黒のクイーンが自ら率いる軍勢は赤の軍勢を蹂躙し、 包囲網を突破しながら進んでいく。赤の第一ナイトは勇敢に戦うが黒のクイーンに倒される。黒のクイーンと彼女の軍勢は勢いを買って赤のキングの玉座に攻め寄せる。赤のクイーンと年老いた赤のキングを守るために赤の第二ナイトが優先する。ついには彼と黒のクイーンの一騎打ちという局面を迎える。黒のクイーンにとどめを刺す機会が訪れたものの。 心の奥底で彼女に惹かれている赤の第二ナイトには手を下すことができない。黒のクイーンは彼の躊躇を見逃さず背後からその体を差し貫く。直後に赤のキングは罪の局面を迎える。ありがとうございます。